どうも、8年ぶりにマイクラをやり始めた、私、キッドと申します。本日もマイクラ楽しんでいきます。よろしくお願いします。前回は、拠点周りの整地を行いました。整地をすぐに終わらせて、拠点を作れたらよかったのですが、整地が楽しくなってしまって、予想以上に時間を使ってしまいました。というわけで、今回は拠点を作っていこうと思います。今回、広範囲に整地をしたので、この際、大きめの拠点にしようかと思います。イメージは、ざっくりペンション的な、おしゃれな感じですかね。あとは、1階を倉庫にして、2階部分を居住スペースにしようかな。今は、こんな感じをイメージしています。あ、でも、建築中に、イメージが変わることもあるかもなので、その辺はうまく調整しながらやっていこうと思います。ちなみにクリエイティブモードで、事前に建築したりはしていないので、完全ぶぶつけ本番です。そうこう言っている間に、着々と資材が出来上がってはいますが、多分、まだ足りないので、資材を作りながら建築も進めていきます。これは、頭の中のイメージを当てはめて、想像を膨らませている工程です。拠点の大きさ、外観周りの道、施設など、一応、湧き潰しも考慮しつつ、イメージを固めていきます。よし、石レンガもある程度できたので、基盤を固めていきます。どこを起点にすればいいかな。オーシャンビューは活かしたいしなー。迷いますね。イメージ固まってないやん。アイデアも溢れてきてまとまらない。ここは港につなげて、滝を流してみたりして、かといって崖っぷちに拠点も少し変だし、道も対岸に向けてつなげてみたいけども。ようやく固まったような気がしまして、とりあえず置いてみることにしました。拠点の大きさを確認しながら、とりあえず角を決めて石レンガを置きます。1階に建築予定の倉庫も大きめに考えています。サバイバルをしていると、資材も大量に溜まっていくんですよね。8年前よりもアイテム数も増えていますし、ラージチェスト100個分以上は、格納できるような倉庫にしようかと思っています。そういえば、マイクラの世界には、レッドストーンを使った回路の概念があるようで、資材を自動的に決められたチェストへ仕分けられる仕掛けも作れるみたいですね。回路に関してはよくわかっていないので、とりあえず手動式の倉庫にします。レッドストーン回路はちょっと勉強して、隠し扉みたいなのは作ってみたいですね。そういえば、レッドストーンは洞窟のかなり深いところにあるようですね。鉱石系も集めたいので一区切りしたら、洞窟探索リベンジです。前回は、一瞬で終わってしまいましたからね。よし、大体の大きさは決まりました。ここからは、イメージを形にしていきます。これは倉庫の入り口ですね。サバイバルから帰ってきたら、すぐに荷物整理ができるようにしたいので、陸側を入り口にしようかと考えています。あ、レンガが1個足りないや。ちょっと待てよ。入り口にしては少し広い気がするな。レンガも足りないし、1マス分狭めましょ。いい感じですね。イメージに近いです。いい感じ。次は2階の居住スペースへ上がる階段を作っていきます。ここからは、リアル建築風景をご覧ください。
こうなりました。いやー、結構時間かかっちゃいました。作っているうちにいろいろアイデアが出てきて、例えばこの小屋スペース、右側はプチ倉庫で左側は馬小屋にしてみました。ここで馬を数頭飼ってみたいですね。馬小屋は別で建てる予定だったのですが、拠点とドッキングもいいなぁと思ってこんな感じになりました。肝心の倉庫はまだ手つかずです。こちらの角度から見るとこんな感じです。一時的に植林場スペースも確保して建築に使う木材の生産をしながら作りました。意外と資材を使うのを思い知らされました。あ、そうそう、少しだけ整地もしました。この辺りに畑も作りたいなぁと思ってます。というわけで今回は拠点作りの序章をお送りしました。まだ倉庫が完成していませんが、次回までにイメージを固めておきます。よろしければチャンネル登録や高評価していただけると嬉しいです。それではまた次回、ご視聴ありがとうございました。